今朝、富士市の製紙工場で火事があり、5人が体調不良を訴えているということです。現在も消火活動が続けられています。午前8時40分ごろ、富士市上横割の製紙工場で、3階建ての工場の天井が燃えていると、従業員から消防に通報がありました。消防によりますと、この火事で工場にいた5人が煙を吸ったとみられ、体調不良を訴えているということです。現場は JR 富士駅近くの工場が立ち並ぶ地域にあり、現在も消火活動が続けられています。